はい、お待たせいたしました。これが、ICF ユーストリームチャンネル第26回です。今日はちょっと通常よりやや短め30分間程度の放送を予定しています。それでは早速、所長の井田の方からお願いします。はい、環境に政策研究所の、飯田と申します。よろしくお願いします。まず最初はですね、ここしばらくの、また状況ですね、いろいろ動いているので、先週お話をしたここ2週間ぐらいの動きですね。ということで、まずICEPの方で、立て続けに2つ先週今週あ今日とですね、プレスリリースを出しています。一つは先々週に、総合エネルギー調査会、気温問題委員会で、IEA ですね、国際エネルギー機関の、ファンデルホーヘン事務局長が、プレゼンテーションされたということで、ただ内容に非常に偏りがあってですね、それを市民によるエネルギー評価パネル、エネパネの方で、とりあえず、批判を出していただいたということで、基本的には6つのないというかですね、何がないか忘れてましたが、本当に志がない、非常にひどいプレゼンテーションで、これはあさって、総合エネ庁の、また基本問題があるので、それに私は表紙を出して、しっかりと批判をしておこうというふうに考えております。でちなみに、その次の週ですね、12月の6日にもまた基本問題委員会があって、そこでは元、スウェーデンエネルギー庁長官で、かつ自然エネルギー財団理事長のトーマス・コーバリエル理事長がプレゼンテーションしますので、雲泥の差というか月とすっぽんのようなプレゼンテーションしてくれると思います。ということでその、まずそれが一つですね。でもう一つのプレスリリースは先週金曜日にしたものですが、一部、リークとして流れていた再生可能エネルギー特別措置法の、国会の同意人事ということで、その5人の、内事案がですね、政府提案ということで、5人出されたわけですが、そのうち3名の方がですね、必ずしもその自然エネルギーを普及させる立場ではない、あるいは固定価格買取制度にこれまで強く反対されてきたような方で、これではその何のための再生可能に特別措置法なのか、何のための国会同時なのかですね、分からないということで、それを市民団体連盟で批判をしたメモで、これは、来週にはある程度国会の中で方向性が出てきますので、最後の最後まで我々としては働きかけていこうということで、ここは誰がその委員になるかによってですね、全くその日本のこれからの自然エネルギーの普及の度合いが、これもやはり月とすっぽん雲泥の差が出てきますので、しっかりと働きかけていきたいというふうに思います。あとは政府関係はですね、いろいろと大きく動き始めていて、一つはその、先週から今週にかけて、細野原発大臣が文殊、そして高浜を視察されて、それから先週1週間前の週末から、いわゆる政策提言型仕分けということで、この1週間いわゆる高速増殖原型炉文殊が、廃止の方向で、仕分けというのが大きな流れとしては出てきたというのが、大方の見方ではあるんですが、ただここも毎日新聞の山田隆夫特別編集員が、結構深読みをされていましてですね、そういう形には、曲がり角という細野大臣の言葉を捉えて、
実際の明確に廃止という形は政治的にはまだ全然出ておらず、むしろ近藤現職委員会委員長の、主催をする現職大綱の策定会議に委ねて、で、結局はほとぼりが冷めた頃、来年の、おそらく夏に出てくる答申の中では、しっかりと文字は生き残るんじゃないかというですね、政治記者ならではの深読みをされておられてですね、今の民主党政権体制なら10、それも、あるかもしれないという非常に、懸念される状況があるということですね。もう一つ高浜の再稼働に関しても、これは細野大臣は非常に踏み込んだ、発言をしていてですね、再稼働に向けた、材料を揃ったかのようなことをですね、おっしゃっているわけですが、これは一方でそのストレステスト、通称ストレステスト委員会で、後藤正志さんや井野さんがですね、ストレステストではなくてそもそもバックフィットを始めとする、基準とその、総点検が必要だということも指摘されているわけですね。佐藤大臣にはそのあたりをしっかり勉強していただきたいということがあります。一方でこの日曜日に、橋本新大阪市長が、当選して、いろいろと、いろいろな評価があるわけですが、少なくとも脱原発に関してはですね、非常に突破力のある方 でかつその大阪市が関西電力の最大株主の一つということで、その今後の影響力の行使には非常に期待をしている側面が、あるとですね。で大きくは政府の中で、これも先週の木曜日の日経だったかなんですが、政府の中に、エネルギー環境会議と並行して、東電電力原子力の関係閣僚会議というのができていて、その会議の様子は、ほぼ非公開で行われているんですが、ここの場は東京電力の、改革、原子力の行く末、電力の、発送電分離といった、そういったものを政治主導でまさに、議論していく場になっていてですね、大きくは今政府部内の雰囲気というのはですね、文殊は、廃止やむなし、しかし原子力の再稼働は、なんとか、確保していく、そして東京電力は、一時国有化をし、その後発送電分離および、原子力は国有化をしていき、いくかのようなですね、そういった人によって違いはあるんですが、そういう政治レベルでの、緩やかなこうコンセンサスがあるんですが、これ先ほど話をした文殊はそういう政治レベルのコンセンサスがあっても実務レベルではひっくり返される可能性があると。で再稼働は今政府全体としては、推し進める空気があるので、それはそれこそ橋本新市長とかですね、そういった、あるいは市民の力とかいろんな形でしっかりと、まともな評価がなされる形の努力が必要で、東電国営化再編の流れというのは、それは非常に望ましい流れではあるんですが、原子力を国有化してそれをまた国が今民主党は原発輸出にも非常に前のめりになっていますので、単に国有化をしてそれをまた国が抱えていくというところも注意をしないといけないところかなということですね。はい、というのが、この2週間、かなりいろいろとこういった内容ですね。もう一つ、原子力安全庁 の,、原子力事故正式名称は事故再発防止顧問会議という、いわゆる原子力安全庁を新たに作るためのアドバイザリー会議も先週行われて、松浦委員長と、事務方で作られた答申書というのは、
まあ、私の意見を含めて、まあ、比較的まともなレポートにまとまりそうな雰囲気ではあるんですが、まあ、それは所詮レポートなので、実際の安全体制とか誰が原子力、新しい安全庁のトップになるのか、あるいは誰が新しい原子力安全審議会というのができるんですが、の委員になるのかとかですね、まあ、現実面をしっかり見なきゃいけないということですね。で、まあ、全体を通じてとにかくまあ、まだらめ原子力安全委員長あるいは近藤原子力委員長をはじめとしてですね、やはり改めて今まだ原子力政策の方向性が見えてないことの、まあ、一つの原因に、まあ、誰一人としてまともに責任を取っていないということがやっぱりあって、でやはり原子力安全委員も誰も辞任をしていないし辞任をさせていない、原子力委員長および原子力委員も誰も辞任もしてないし辞任をさせていないと、保安員も、まあ、見せかけだけの更迭で結局は従来とほとんど変わっていないというかですね、まあ、という結局はまたその政治のその後緩さというかですね、まあ、けじめをつけない政治というところに戻っていくのかなと思っています。はい、というのがまあ昨今で、あと今日は公開質問というかですね、をあらかじめいただいていまして、そのうちの一つ、私たちは原発に依存しない社会を作っていきたいと思いますが、自然エネルギーによるエネルギーの自給は日本でも可能なのでしょうかということで、これはいつも私講演でお話をしているんですが、間違いなく可能だと私は思っています。で、まあ、まずその大きな状況から見ていくと、その、まあ、太陽エネルギー、自然エネルギーの中心である太陽エネルギーは化石燃料、原子力含む今人類が使っているエネルギーの1万倍の量が降り注いでいるという、まあ、物理的な真理があるので、まあ、その1万分の1を人類が使うエネルギーの形、これを二次エネルギーというんですが、電気か熱か燃料に変換しさえすれば、まあ、量的にはまずカバーすることは全く問題ないということ、それから環境省が、まあ、この春に、推計をした導入の、まあ、最大量として、まあ太陽光で2億キロワット、風力は洋上を含めれば16キロワット、合計で18億キロワットですかね。で、日本全体の電力製造が2億キロワットということなので、まあ、膨大な量の太陽光風力を入れることができる可能性があって、で、まあ、それ以外に地熱、まあ、これが以前地熱学会と地熱開発協議会と一緒にやったドリームシナリオというので2050年でおよそ確か2000万キロワットぐらいだと思うんですが、まあ、水力はこれ以上ほとんどあまり増えないんですが、量的に少し既存のダムはもう新しいダムは作らないとしても既存のダムを、まあ、強化をするリパワリングとかですね、あとは環境に優しい小水力とかで、まあまあ、わずかながら数百万キロワットぐらい増やせる。であとはバイオマスエネルギー、まあ、量的には日本の一次エネルギー最大限活用しても 5% 程度にしかならないんですけども、まあ、バイオマスエネルギーはしっかりと地域のエネルギーとして活用していくということをフルに活用すれば、まあ、十分に、時間はかかっても 100% に持っていくことができる。もちろん今のエネルギー消費量を前提にするんじゃなくて、その豊かさであるとかエネルギーの利便性を落とさずに消費量を、まあ、半分とかにしていくというのが我々の提案なので、消費量を半分にしながらそれを自然に埋めていくと。で、特にまあまあ、私自身はそういう確信を持っているのは、これまでにエネルギー政策の歴史を見ると原子力のような、まあ、巨大技術でトップダウンで上から目線で普及させようとしてきたものっていうのは絶えず、まあ、電力需要もそうなんですが、
サプライサイドというか供給側目線の人たちはこう右肩上がりでどんどん増える、そういう絵を描いて、みんなそれは期待を外れてどんどん閉じていくというかですね、普及がしぼんでいくというのがこれまでの原子力とか電力消費量の過去の経験だったんですが、この自然エネルギー、小規模分散型の自然エネルギーに関しては、かつて、今から30年前にデンマークで自然エネルギーを普及する議論をしたときに、デンマークの電力の 10% を、というかデンマーク中を風車を埋め尽くしても、デンマークの電気の 10% しか賄えないというのがその30年前の評価だったんですが、今今日デンマークで何て言われているかというと、デンマークの電気を全て風車で賄ったとしても、デンマークの国土の、もちろん分散しているのであれですけど、一箇所に 10% にも満たない土地で 100% 賄えるというふうにですね、まあ、これは一つにはやはり一つにはというか、まあ一番の理由は自然エネルギー技術が、まあ、ラーニングカーブっていう技術学習効果ということで、どん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 性能が上がってコストが安くなるということがですね、過去30年間どんどん進んできていることが、まあ、かつて原子力が、まあ、無双したですね、どんどん増えるっていうものっていうのは実現せず、逆に太陽光風力は、まあ、どんどん増えて、昔にはできないと思っていたことができるようになるっていう、まあ、そういうことがもう現にこの過去30年の歴史を見たときに起きている現実、歴史的な事実なので、であるがゆえに今はというか、例えばほんの10年前にというか、もうちょっと最近でもですね、ほんの 2,3 年前に経産省とか電磁連とかが日本に導入できる風力発電は500万キロワットが精一杯だとか、太陽光は1000万キロワットだとかですね言ってたのが、今年になって環境省のその地理データを使った評価でそれぞれ2億キロワットと18億キロワットに増えたわけですね。で、おそらく5年10年するとですね、技術はもっと進んで、もっと高い可能性がより現実的な視野に入ってくるっていうふうに今私は確信をしています。で、それからこれまでの低い普及率の原因は何でしょうかというご質問をいただいていて、もうこれは圧倒的に、政策と政治とそれを実現する政府、まあこれは地方自治体も含めて、人材不足というかですね、能力不足というか、まあそれが原因で、まあよく政策のことをとか社会的現実とか政治的現実のことをご存じない、専門家、鍵かっこつきの専門家は、例えば経済学者は高いからだという、で工学者は、自然エネルギーの電気は変動するからだとかですね、そのまるで的外れなことを言うわけですが、他で例えばデンマーク、例えばドイツ、例えばスペイン、あるいは単に海外で普及しているから、まあ、よくこれで言われるのがドイツで普及しているからといって日本で普及するわけはないというふうに、まあ、言う人もいるわけですが、ただそういう人に対してはデンマークとスペインの普及の違いを見るのが一番はっきりしていて、デンマークとスペインは、あ、失礼、ごめん、デンマークとスウェーデンだ。デンマークとスウェーデンの風車の普及の違いというのはですね、まず流れる風は全く同じ偏西風が流れます。そして、地形もほとんど一緒、国民性もほとんど一緒なのに、デンマークは爆発的に普及してスウェーデンはほとんど普及しない。でその原因は なぜかということを、これはデンマークの、スウェーデンのヨーテボリ大学の政治学の教授が分析をしたところ、まあ、その答えは、原子力トラウマという一言で、表される、いわばこう社会的政治的な要因だというかですね、つまり風、物理的なコンディションの違いはない、技術的には同じものだ、そして地形的にも一緒だと、
国民性もほとんど本当は一緒なのになぜここまで違いが出たか。それは、デンマークはもう原子力を一機も持たない原子力に既得権益を持った電力会社とか事業者、大規模メーカーは全くいないので風力発電に対して国民全体がものすごく親和的というかですね、ポジティブなんですけど、スウェーデンは70年代をめぐって原子力をめぐって真っ向から分かれて、で、原子力を進めたのは、まあ、日本で言えば東京電力に匹敵する国営のバッテンフォールという電力会社、そして日本の経産省に匹敵する産業貿易省という国の役人、そして三菱東芝に匹敵する ABB アトムという大企業、この3社がみんなストックホルムに集まって、上から目線で原発を進めようとした。でそれに対して、自然エネルギーを推し進めようとした人たちは70年代何をやってたかというと、みんなこう、ヒッピーのような格好をしてですね、手に旗を持って日本であった、あの日本でもあったデモみたいですね、その、ストックホルムの官庁街のですね中で三つ揃いのスーツを着て、外を見ているその原発推進者の外側でみんな思い思いにですね原発反対と言いながら風車の模型を持ってですね風車を進める。でもうここで非常に面白いことが、まあ、その、ヨーテボリ大学の政治学の教授の、まあ、面白い分析ですが、その3社ですね、その ABB、バッテンフォール、そして産業貿易省のこの3社は彼らから見ると自分たちは社会の秩序を維持しようとしている、で同時に電力の安定供給という秩序も維持しようとしている、だから原子力が必要なんだと。でそういう人たちから見ると風車を片手に原発反対って叫ぶ人は社会の秩序を破壊しようとしていると。で風車は触れる電気なので自分たちでコントロールできない、その風車そのものは電力安定供給という秩序も破壊しようとしているという、彼らは社会にとってそういう行動する人もは社会のアウトサイダーで社会の秩序の破壊者、風力発電は電力秩序の破壊者で電力のアウトサイダーと。で結果として国民投票して、まあ、スウェーデンは大きくは脱原発の方向を歩み始めたわけですが、デンマークと違って結局同じそういう経験をした人たちが未だに電力政策の中枢にいて、その人たちは風力発電を見るとその70年代の嫌な思いを心に刻んでですね、風力発電嫌だなと、俺たちは原発の方が好きだと言って、まあ日本ほどとんでもない国じゃないから、日本ほどもう風車の電気は汚いとかですね、風車の電気は汚れるとか、なんかデタラメを言って風車を排除することまではしないんですが、ただ細かいさじ加減でデンマークはものすごく風車を普及する支援措置を取り、スウェーデンは微妙に風車に対してネガティブなちょっと不利な条件を一個一個細かいところに作った、その集積としてスウェーデンは風車がほとんど普及せず、風力発電のベンチャーが一社もなく、デンマークとまるで違った歴史をたどったんですね。でその2つの例を見ればはっきりするようにですね、やはりその普及率の違いというのは経済性でもなければ、その技術的な違いでもなければ風の違いでもなくて、ひとえに政治と社会構造でそれを構成する人々、とりわけ権力の中心にある人たちの、いわゆる制度設計や政策を作る人たちがどういう価値観、哲学、そして、社会観を持っているかによってですね、まるで違ってくる。そのことが分かってない日本の専門家とか政治家が多すぎるので、だから先ほど、同意人事の中で明らかにこれまで日本が世界で圧倒的に自然エネルギーで立ち遅れてしまった原因を作ってきた人たちをまた選ぼうとするというですね、愚かなことをするということに、まあ、我々は非常に強く反対をしているということにまたつながってくるわけですね。もちろんそれ以外にもいろんな要因があって、
それはもう最大の原因なんですが、結局は日本の社会の仕組みとしてやはり皆さんがこう重箱の隅、総論賛成、各論反対というか、というもの、総論そっちのけ、総論は適当に合意するんだけど、各論のところにやたらこだわって、とにかく風車で言うと建築基準法がなぜ適用されるのかとかですね、バイオマス、まあ、バイオマスはまたいろんな問題が複数してるからまああれですが、とにかく国が縦割りで、しかも非常にその縦割りの中で緻密な規制をしようとして、それが全体大きな視点を持たない、でしかも地方自治体も縦割りで、しかも国と地方自治体が切れていて、でそれぞれが硬直的でありながら裁量的な、つまり紙に書かれないその個人の、思いつき気まぐれに支配されるような規制があってですね、で、そういう部分がこう、まあたかもジャングルのような日本の非常に不透明なその規制というか、その市場環境を作ってしまっているということと、あとやはりまあ先ほどの話につながりますが、やっぱり電力会社の独占というのが、まあ見かけ上だけで言っても送電線の利用が非常に難しいということと、やっぱり彼らはその非公式な 権限権力をちょっと使いすぎているので、まあ、ちょっとしたその、メーターであるとか、あと送電線の系統連携に関してもそのルールを逸脱したあまりにも不公平な不公正なことが行われているんですが、でも事業者の人たちは系統連携させてもらえると困るから、それを社会の表沙汰にしてですね、そういう不公平なしかも電力会社はルールメーカーじゃないのにですね、ルールメーカーであるかのような、かつ自分たちだけの一方的な送電線の系統連携の配慮をしたりとかですね、であとはまあやっぱり社会的合意全般も非常にまだ乏しいので、まあ風力発電、地熱、水力発電の水利権、あるいは洋上風力で言えばその漁業権とか、まあ、さまざまな社会的なその利害というものが優先されて、こうちゃんと普及のためのまあ、こう速やかな普及のためのルールメイクがきちんとなされていないというような形で、まあ、私はいつもそれを四面楚歌っていうふうに言ってるんですが、でもまあ本質的にはとにかく一番大きな点はその政治的あるいは社会的な障害っていうのがやっぱり一番大きいんじゃないかというふうに思って、で先ほど資源、どんな資源どのくらいの潜在可能性があるかというのは先ほどの環境省の例でちょっと申し上げたので、量的な可能性はそれで、ですね、それから取り組みの実践例を具体的に、教えてくださいということで、もともと日本で結構有名なところでは岩手県の葛巻町であるとか高知県の梼原とか、まずはこう自らちゃんと、率先して動いてですね、地域をエネルギー自給の地域に作るといったところがいくつかあると思うんですが、最近はそれをもう一歩進めて社会の仕組み作りとか制度作りとかですね、そういったところまで持っていくことが必要かなということで、で、我々自身が関わった例はその、まずはその風力発電の市民出資の仕組みを作ろうということで、ここ同じオフィスに入ってますが北海道グリーンファンドの鈴木さんたちと一緒に、一人一人が直接出資に参加できる仕組みを作ると、それができればその地域で自分たちが風力のこうオーナーシップに持てるということができるということですね。で、それをもう一歩進めて、長野県飯田市で、地域の拠点を作って、そこで、太陽光
とか、まあ、あるいは省エネルギーもあるんですがバイオマスとか、まあ、地域の中でエネルギー事業を、まあ、公益企業的にやっていくものとしておひさま新興エネルギーというのを一緒に立ち上げて、まあ、今7年間無事に活動していると、ね、でこれは大元はデンマークのサムソ島をはじめとする、まあ、デンマークではかつての原発論争の名残から10、まあ、合計で22箇所の地域エネルギー事務所という拠点があって、でその最後にできた地域エネルギー事務所がデンマークのサムソ島 で97年から10年間でその資源 100% を実現をしたと。で、で最大のポイントはやはりその、地域の中に覚悟を決め、やり抜く覚悟を決めた、なおかつその地域の中で、信頼されているいわゆるそのソーシャルキャピタルのある人で、しかもその人は多くの場合はこれはデンマークの、そのサムソ島の中心になっているゾーレン・ハーマンセンもそうだし、飯田市で中心になっている原さんもそうですし、北海道グリーンファンドの鈴木さんもそうなんですが、地域で信頼されているだけではなくて、地域でまず生まれ育って、で一旦その東京とか外の世界に出て、地域の外の視点も持っていて、でかつその地域の中で分厚いソーシャルキャピタルがあると、まあ、そういう人がいわば東京から来たコンサルが勝手にやるわけでもなく、あるいは2年でどんどんゴロゴロ変わる官僚が、面白がって2年の、2年だけのプロジェクトでやるんじゃなくて、その人がちゃんと地域に根を張ってやり抜いていくということが最大のやはり成功例なんじゃないかというふうに、まあ、思っているわけですね。あとはまあいくつか面白い例としては、やっぱりカナダのオンタリオ州だと思うんですね。カナダのオンタリオ州は、固定額買取制度に条件をつけて、自分たちの地域で一定比率できたもの、できた製品ですね、太陽光、風力、あるいは、弁護士とかコンサルティングサービスを地域で調達をしたものでないと対象としないという条件を定めているので、その地域内にそのオフィスとかですね、この1年半で1兆円を超える太陽光風力の設備投資というか工場とかの設備投資が起きて、なおかつその弁護士とかコンサルティングサービスもどんどんソフトな経済も活発化して、だから自然エネルギーの太陽光風力だけが普及するんじゃなくて、それをめぐるビジネスも活発になったというような例がありますし、なおかつそのカナダ先住民とかこう低所得者層に対しては一段と高い価格で買って、でコミュニティビジネスを支援をすると、そうすることによって、福祉の予算を減らすことができ、行政にとってですね、そしてカナダ先住民とか低所得者の方にとっては自立的な経済的な自立と誇りを持つことができるというですね、まあ、そういう形でフィードインタリフ、固定価格という制度を活用するという、まあ、そういった方向性も、まあ、できるということで、まあ、自然エネルギーというかエネルギーそのものをこれまではちょうどインターネットと同じように、あるいはかつてのコンピューターと一緒ですが、自分たちの向こう側というかですね、中心にあって一方的に垂れ流されてきた状態を、自分たちがこちら側にある程度エネルギーの主権を持ってきて、でそこに自分たちが参加をしていくことが、その、政治や社会や経済やですね、そういうものを変えていく、そういう事例が、まあ徐々に増えつつあるんじゃないかというふうに思います。ということで、とりあえず、最初のお話は、ちょっと30分超えちゃいましたけど、そんな感じです、はい、もしツイッターの質問もしあれば一つ二つ聞きましょう。とりあえず一つだけなんですが、
調達価格と算定委員会 そのメンバーの具体的なその どういう方々なのか、あと可視化の話、可視化をどうするのかって話が。可視化、あの可視化は可視化されるのかどうか、あその委員会自体の、はい、それは分かんないな。ただあのどういう人が今内定してるかは ICEP の、 あのプレスリリースを見ていただければ、そのどういう点で問題視しているかということも、まあ、それは見ていただければというふうに思います。はい、それは ICEP のプレスリリースということで、まあ、可視化は当然されるんじゃないかと思います。なんか日銀のなんか審議会みたいにですね、あのおごおごしく神の座でやるようなことはないと思うんですけども、当然公開されるということになる、なるというふうに思っています。はい、なとこですかね。あと、あの先週の土曜日にやったあの立教大学の、はい、あ一応あれが小玉先生のところ1500人ぐらいも見てるらしいので、おー、一応告知だけ。あ、先週土曜日に立教大学でやった、あ、それを ICEP でユーストで公開してるっていうことね。そうですね、はいはい、じゃあそれぜひ見てくださいって、僕見てないけど。もう一回。はい、じゃあ公開のところはそんなぐらいで一旦終わりましょうか。はい、今週のご予定は誰ですか。あ、今週のご予定は、ご予定はというか、あさってが総合エネ庁ですね。また6時半からあるんです。その前に NSF、 5時から NSF の会議がありますよね。それからお、また今週金曜日にまたあれか、顧問会議があるんですね。ゲゲ、コメントしなきゃ。それから何かあったっけ。あとは明日公演2つ、これ公開されてるんですか。一応そうですね、どっちも、あのまあ会員の方、それぞれの主催団体の会員の方中心ではあるんですけど、うん、一応公開されてます。じゃあ私がちょっと申し上げます。あの ICEP のウェブサイトにも載っておりますけども、昼間3時からは、国際大学グローバルコミュニケーションセンターさんがご主催で、東京の六本木の方の、で、3.115 のエネルギー戦略の方向性というタイトルで研究ワークショップが予定されています。それから、同じ明日の夜、は、慶応丸の内シティキャンパスさんの定例講演会、有学、あ、失礼、赤学50校ですかという連続講演の一つとして、やはり、飛騨鉄成の講演が予定をされています。それでは、ICEP チャンネル第26回これで終了とさせていただきます。来週も同じ時間、予定する方向で調整しています。ありがとうございました。はい、ではお疲れ様です。